ダカ族です。今日はメダカ屋さんにある人と向かっています。チッ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 ケイシです。では今日はどこへ行くんでしょうか。それは秘密です。秘密、すぐバレます。運転に集中していただいて、はい、到着しました。あ、これはなんだ、ヒレナガですね。こんなんなかったんですけどね、前回は。ちょっとごちゃごちゃと入れたやつ。ここね、安いんですよ。初心者の方はここから選ぶっていうのもありですね。十分、絶対安い、いいですよ。ここにね、一匹だけすごいやついました。いやー、いいな、こういうね、こういう水槽いい。今回いろいろと事情がありまして、モザイクをかけちゃってるんですけど、値段の方ね。だけど、全部ではないんで、ちょこちょこと値段見えてますんで見てください。夜桜の値段もね、出したかったんだけど、あ、前回の動画にもしかしたら映ってるかもしれない。大体の値段なんですけどね、大体目安としてね、載せてるんですけど、ただ前回の夜桜とはもしかしたら違う、あれから1ヶ月ぐらい経過してるかな。なのでメダカ自体ががらりと違う個体を入れてるんで変わってきてると思います。まあ、この辺もね、変わってる。そうですね、歌舞伎スワロー、これは前回と一緒だったかな。前回の動画の方を確認していただいて、まあ面倒ですけど、そういう2回3回見ていただければ、あ、これいたなとか比べてもらって、お電話の方でね、メダカの宿さんへお電話していただいて、そこでまだあるかどうかっていうのをね、在庫確認していただければ、多分まあいくつかあると思いますんで、見て、この動画を見てから確認する。ああ、お電話番号、電話番号ね、入れときますね。ちょっと待ってくださいよ、準備します。あったあった、よし、これね、入れときますのでね、住所の方も入れときます。はい、営業時間とかこれでわかるんじゃないかなと、これでお願いします。
ああそうだ、確かね、通信販売の方はやっていなかったという、そうだったような気がするな。うん、だからやっぱり現地に行ってもらって、それで自分で確認して購入するという方向でお願いしますね。何やら奥の方でね、警視とオーナーが密談してるんですよ。いやーこれ怪しいな、警視これ狙ってるな。こういうタイプの、ヤサだから、まあ別名あれでしょ、あのミユキ、繁殖ミユキでしょ。